警戒されてないよな。よし、じゃあ行くか。こりゃ、なんて数だ。周り一面全てが牢獄なのか。真ん中のあれなんだ。何にしろ偉そうで悪趣味。ここより先へ抜ける道はない。どうやらここが終着地点、メメントスの採用ということのようだ。ならこのどこかにメメントスのお宝が。多分それで正しい。我が輩もここへは来たことはないが感じるんだ。間違いない。あれが消えれば、あれが消えれば大衆は目覚めるはずだ。だがとても運び出せないぞ。消えりゃいいんだろ。持ち出せねえならぶっ壊すまでだぜ。ああ、それでいい。破壊しよう。やったら異世界丸ごとなくなるんだよね。いよいよこれが最後か。おっと、さすがに見つかったか。ただ黙って壊される気はないっぽいね。囚人たちまで何やらざわつき出したようだ。不気味だな。何かする気か。やっぱりあれがお宝ってこった。確かめる手間が省けたぜ。ちょっと待って、やっぱりおかしい。大衆が自分で自分たちを囚人にしてるってシドは言ってたけど、自動で反撃するこんな巨大なシステムを本当に彼らが動かしてるの？それにすごく統制された監視や兵隊もいたし。大衆たちとは別にここを支配してる者がどこかにいると言いたいのか。何今の。いいだろ、後にしろ。ここまで来て負けんなよ。こんなやつさっさとぶっ壊そうぜ。みんな気合を入れろ。よし行くぞ。
ペルソナ！ゲットレディ！これで！ペルソナ！これでどう？こんな数の囚人たちに後押しされていては。人間でありながら人間の望みを絶たぬとする愚か者どもよ。誰？悔い改めよ。お宝が喋ってる。我は手にしたる者全ての夢を叶えるとして崇められし者、聖杯と呼び習わされし存在。聖杯、最高のロープの有様は人間の望みそのものである。等しく縛られ思考を放棄し、世界に関心を向けもせず、英雄の世直しすら無に帰させず、下に愚かしき大衆。今や大衆の心は怠惰という欲に出し、牢獄と化した。クソが、ありがたがりやがって。ならば自ら望んだその牢獄で朽ち果てるのがふさわしき結末。構えろ、来るぞ。おや、今度こそぶち割ってやるべし。そのペルソナ、これでペルソナ、これでどう？どうもね、ありがとね。ペルソナ、ご覧あそばせ。負けてらんないよ。もっともっと攻撃するんだ。っていうか、なんかあいつ色が。私が何とかする。
回復するために色が。このありさまじゃ心を盗むどころじゃねえ。一体我が輩たちは何のために。ひどい。望まれぬ正義に酔いしれる愚か者どもよ、これこそが怠惰に落ちた人間の願い。この輝きは望まれたる存在の証。人間が求める限り我は不滅。これがみんなの望み。思考停止して聖杯に導かれることが。そうね、悔しくて泣きたいよ。私は絶対に賛同しない。我が輩がなりたいと思ってた人間ってのはそんなんじゃねえ。現実がどんだけ辛くても変えることを諦めちまったら終わりなんだ。我が輩だけじゃねえ、ここにいる全員がそうだ。諦めちまってた頃になんか戻りたくねえから、命を懸けてここまで来たんだ。モナちゃん、そうだよ。もはや人間どもは歪みの顕在化を望んでいる。そして我は人間の望みを叶える存在。かような怒りにとどまらず現実へと侵食を果たそう。ふざけんな。侵食って一体何をする気。ちょ、やばいよ。嫌な予感しかしねえ。モナ、どうすればいいんだ。お前が何者だか知らねえが、さっきから決めつけやがって。人間はな、お前が言うような愚かな奴らばっかりじゃねえんだよ。怠惰で愚かなし人間どもよ、全ての心を我に差し出せ。今こそ融合がなされる時。おい、地面が消えてる。ざけんなよ。
そうだったのか。全部思い出したぞ。みんな無事？当たり前だろ。あ、っていうか服が普通のに。見ろ。え、渋谷？戻ってきたのか。戻ったというか追い返されたんだろうな、聖杯に。私たち負けたの？それはわかるけど、ないのか。夢とかのんきに言ってらんないみたいね。え、嘘。え、ちょっとこれ、このピンクの何？あれれ、変になってる。何？何が起こってるの？おいおい、何が始まるってんだ？信じられない。どうしてみんな普通なの？見えてないの？あの子たち、無事でいるかしら？信じられない。ここゲームの世界じゃないよな。みんな見えてない。すげえ天気いいな。ドライブ行く？はい、ええ、明日の打ち合わせの件ですが。新型のスマホの発表今夜来るって。怪盗って結局何だったの？怪盗とか懐かしい。一瞬でも信じた俺がバカだったわ。いいネタだったよね。まあ今さら誰も信じてないだろうけど。なぜだ、異常に気づかないのか。多分おかしいと感じられないのよ。どうした？なんかグラグラする。
双葉、捕まって。アンちゃん。これも聖杯の仕業なの。ことしやがった。俺の手リュウジ。ああああああ嘘でしょ。俺たち何か。やだやだ、消えちゃう。そうとも私ではない。貴様たちは人々の認知から消えようとしているのだ。この声、メメントスと現実は一つになった。故に認知から消えたものはもういつこにも存在できない。消えるとか冗談じゃねえぞ。くそー、ここまでなのか。ああ、いやいや、モルガナ、私たち何を間違えたの。我が輩のせいなのか。我が輩が連れてきたから。我が輩はすまない。作戦失敗だ。結局構成は果たされなかったな。見込み違いだったようだ。この無能な囚人が。協力の甲斐もありませんでしたね。人間は私が考えるよりもはるかに怠惰で愚かであった。まもなく世界は破滅を迎えるだろう。お前はゲームに敗れた。人類に変革をもたらすトリックスター。所詮お前には荷が重すぎたようだ。ではゲームのルールにおいて敗者には代価を支払ってもらわねばならん。お前の命をな。汝を死刑に処する。あ、死刑。神の決め事は絶対。我が試みは水泡に引きし、全ては終わったのだ。その者に速やかな死刑を。それが主のお望みなら。貴様は良い囚人ではなかったということだ。確かにそうかもしれませんが。どうした、速やかに執行せよ。本当に死を。迷うな。全てはゲームに負けたこいつの罪なのだ。
では囚人、これより刑の執行に移る。示すとは。ジュスティーヌ、いいな。主の命令なら仕方ありません。往生際の悪い囚人に我らの力を見せてやるのだ。わかりました。罪人にしよう。抵抗するな囚人、おとなしく刑を受け入れろ。最後は潔くするものです。どうだ、行きます。この力、カロリーヌ、やはり。どうした。迷うなと言っただろう。主の命令に背くのか。くらえなさい。やはり違う。私たちの役目は死なせることじゃない。カロリーヌ、何なんだ。なぜこんなに心が騒ぐ。我らには別の役目があるというのか。どうした。死刑と命じたはずだが。主は人間を見限ってしまわれたのですか。私たちは監視、囚人を更生させる存在。何。頭の中で何かが告げるのです。本当の役目は死なせることでは。殺す存在ではない。それこそが忘れかけていた真実です。決まりだな。私たちは人間を見限らない。右目と左目、まるで鏡写しの同じ。私たちの願い、今こそ。ようやく思い出したぞ。我らがいかにして引き裂かれたか。私たちはもともと一つ、半身ずつに引き裂かれたのです。邪悪な意志によって。我らも同じく囚われだったわけか。囚人に真実を教えられるとは。取り戻しましょう、私たちの本当の姿。おい、貴様に最後の仕事をやる。ありがたく従え。あなたの手で私たちを合体してください。育ててやった恩を返す時だ。心してやれ。
さあ、合体を。我が名はラベンツァ。私たちは邪悪な意志によって引き裂かれ、あの双子の姿となりました。この身を引き裂かれる前、私は助けを求めました。あなたを失えば聖杯への道は永久に閉ざされる。だから今一度真実を思い出して、そしてどうか私たちを救って。信じていました、あなたならここまでたどり着くと。主の名を語る不届き者、取り戻されたこの寮の目の前で嘘偽りは通用しない。まだゲームは終わっていない。人間の世界を残すか、壊して作り直すか、全ては我がゲームだ。気をつけてください。お前に分かるように言うならば、願いを叶える聖杯、いや、願いに応え統制を施す神といった方が近いやもしれんな。遺族が悪を討ち、大衆が善に共感すれば、自らの力で怠惰から改心すると見込んだわけだ。だが結果は知っての通り、大衆は全てなかったことにしてしまいうった。人間は破滅すべき、その答えをお前は導いた。だがな囚人、実のところお前を再評価してもよいかと考えておるところだ。人間が聖杯へとたどり着き、私の正体を見抜く神である私をなかなかに驚かせた。ボングにはできぬことよ。まこと退屈せぬ囚人であったわ。我は汝、汝は我。汝ここに、ちぎりを決命の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて、魂のくびきを打ち破らん。今こそ汝、愚者の究極なる非王に目覚めたり。無尽の力を汝に与え。よし、しばらく観察してみるのも一興だ。お前に取引の機会を与えてやる。もし望むなら、世界を前の状態に戻してやろう。歪んだ大衆どもがはびこるあの世界だ。彼を異世界に無理やり引き入れて、望まぬ試練を課し、その上まだもてあそぶというのですか。
怪盗団が称賛され名声が手に入るだろう。どうだね。よくぞ選択してくれました。どしがたき愚かさよ、自ら死を選ぶか。なれば今度こそは用済みだ。ずいぶんと久しいですな。ようこそ我がベルベットルームへ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。このベルベットルームの真なる主であり、あなたの旅の本当の手助けを担う方。すぐに理解するのは難しいかもしれませんな。一言で申し上げれば、偽物が去り本物がお戻りになったということです。さよう。我が主が戻り、あなたが奴の誘惑に打ち勝ったならば、破滅に向かいつつある世界を救うことができるかもしれません。ですが、あの者に勝つにはあなたの力だけでは難しいでしょう。解放するのです。志を共にしてきた仲間たちを。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。彼らはまだ息途絶えたわけではありません。あなたがここに閉じ込められたように、彼らもきっとどこかに捕らえられているはず。絆を深めたあなたならきっと彼らを解放できるに違いありません。彼ら、いや、怪盗団がここに集いし時、全てをお話ししましょう。さあお行きなさい。共に真実へと向かうべき人々のもとへ。Thank you.
夫。よし、行くぞ。できる男は話が早いな。さて、やり返しに行くぞ。ねえねえ、
え、そうか。よっしゃ。行くぜ、あの野郎、やりに行くんだろ。なあ、頼むぜ。あのね、望むところです。
けられるのこれで2度目ね。このシチュエーション私密かに憧れだった。まだ負けたわけじゃないものね。決着つけに行くんだよね。行こう。ねえ、あのさ、君か。
そうか。オンに切る。見届けに行くか。聖杯なんかに縛られなくなったこの世の景色をな。では
ごめんなさい。ありがとう。信じられる仲間っていいものね。行きましょう。最後の大仕事、負けて終われないわ。何なんだここは。誰。私の名はイゴール、ベルベットルームの主をいたしております。私はラベンツァ、同じく住人でございます。皆様をお待ちしておりました。ベルベットルーム。主は長き幽閉より解き放たれたばかり、お力が万全ではありません。僭越ながら代わって私が。ねえ、モルガナは。お会いになりたいですか。そこに。んなとこに隠れてたのか。我が輩、ここで生まれたんだ。悪神を人間の精神世界から打ち払うために。モナ、我が輩の役割はトリックスターを見つけ悪神を倒す手伝いをすること。そのために我が輩はここで主に作られた。さよう。本当に全部思い出したんだよ。ここが悪神に乗っ取られそうになった時、主が最後の力を絞って我が輩を作った。わずかに残った人間の希望を集めてな。聖杯、いえ、今や神を名乗るあれは人間に永遠の霊俗を強いる悪神です。思考が停止した人間ならざる者で現実を満たし、自身の永遠の繁栄を実現する。それこそが悪神が目論む人間の破滅。いや、言ってる意味全然わかん。黙って聞いて、もう時間がないの。ちょっと待って、聖杯が神。なんで意志があるのか疑問だったけど、まさかあれはお宝じゃないの。いいえ、あれは紛れもなくメメントスのコア、大衆の歪んだ欲望そのものです。もしかして支配されたいと望んでるからお宝が神様に。その通り。悪神は素養ある二人の人間を選び争わせました。世界を残すか壊して作り直すか決めるために。一人は大衆の歪みを煽る者、名を明智五郎。彼が勝てば人間の世界を壊して作り直す。もう一人は抗うトリックスター。それが彼。こいつが勝てば人間の世界を残す、そういうゲームのはずだった。表向きはな。悪神は知っていたのです。怠惰な人間に変革など起きぬことを。なぜなら悪神は大衆の歪んだ願いそのものなのですから。ですが我が真の主は人間を信じていました。必ずや人々の中から変革を成し遂げるトリックスターが現れることを。しかし悪神は可能性を笑い、そんな素養を持つ者を逆に絶望させ、
人間の無力を証明しようとした。そして彼には大きな素養があった。だから近づいてきたのです。救い主たるトリックスターを育て上げ、それを拒絶する大衆を見せつけて絶望させる。おそらくは悪神自身にとっても危険の芽を摘み取る意味があったはずです。思えば引き裂かれていた間も、私は公正という言葉にどこか矛盾を感じていました。当然です。公正など偽物があなたを監視しておくための方便だったのですから。最初から勝たせる気のないゲームにこいつを巻き込んでたってことだ。クソが、なんてこった。今やあなたたちの現実世界はメメントスと融合されました。大衆らの怪盗団を拒む認知に満ちた今の現実にあなた方の居場所はありません。悪神の目指す世界はもはや成就の一歩手前だと言っても良いでしょう。でもまだ希望はあります。悪神の正体が暴かれた今、あなたもまた本来の意味で更生を遂げるべき時、牢獄を出て歪んだ世界や囚われた人々の全てを救う。それができるのはあなただけ。モルガナが導いた真のトリックスターたるワコードよ。悪神に挑み現実に居場所を取り戻す、その覚悟はできていますか。あんのムカつくキンキラのお宝野郎、今度こそぶっ壊すぞ。大変結構。恐れることはございません。あなたはすでに抗うための力をお持ちだ。楽しみでございますな。出口はモルガナが知っています。モルガナ、彼らを導いてください。本当にお疲れ様でした。あなたに課した過酷な務めもこれで。ねぎらいの言葉は終わったらたっぷりいただきます。ついてこい。ジョーカー、こっちだ。また渋谷って、そっか、体が消えた時、いたんだよね。やっぱり、まだ誰も異変を自覚できないままみたいね。見ろ、今抜けてきた扉、これは確か、開かずの独房。そう、独房の正体は、歪みに飲み込まれたベルベットルームだったってわけさ。そういえば、この中で生まれたって言ってたものね。待てよ。ってことは、中にいる最も危険な滞在人って、俺ら、つうか、要はこいつだったってことかよ。ジョーカーは多分、ずっと前から悪神の邪悪な誘惑を受け続けていたんだ。本来、人間の精神を育むための存在だったベルベットルームが乗っ取られて、あの野郎の巣、メメントスの中に封じられてたってことさ。っていうか、モナ光ってる。記憶が戻って使命を全部思い出したからかもな。あれ、なんか光ってね。ず
つうか妙な格好のやついんぞ。あの格好どっかで見覚えが。あ、怪盗団じゃないか。確か前に怪盗ビジョンにあんなシルエットが。怪盗団。ああ、あったあった。そういや怪盗団っていたな。前と違う。私たちは見えてるの？でも全員じゃないみたい。大勢いる中のこんな一握り。まさかモナの光のおかげか。でも怪盗団って思い出してくれたのよ。希望の鍵。モナ、導いてくれ。俺たちはどこへ向かえばいい。あそこだ。あの神殿にさっきの野郎がいるはずだ。つけておこう。